人体質の食事療法食事は生命活動を生み出す出発点でもあり健康不健康を決定づける生活の基礎でもあります体の細胞は頭の髪の毛から足の爪に至るまで全て食事としていただく大地の恵みを自分の中で必要に応じて作り変えたものに他なりませんそれだけではなく 外敵から身を守る免疫細胞や、不要物を処理する酵素類など、生きるすべてが元を正せば、食物の中から賄われているのです。体の中の複雑で精巧な化学工場が、たくましく筋性の取れた姿で働けるには、やはり自然を基準としたリズミカルな生活と食事のバランスを整えることが重要になってきます。 ここで紹介する食事療法は全ての病人が同じスタイルの食事をするのではありません。また一般で言われる病名に対する治療食でもないのです。その人の体質に応じた食事を心がけ体質の傾きを正すという内容なのです。よくビタミン零々不足が病気の原因とかこの病気には零々が効くなどと耳にしますが。 それよりも大事なことは栄養の吸収率を高めること人体に必要な栄養分を薬や特別な食品から取るのではなくて食事から十分吸収できる体づくりをすることそのために必要な体質改善を促すような食事であることが食事療法の基本と考えますもともと偏った食事と過食が 現代病が発生しやすい体内環境を作っているのですから変色体内環境悪化病気のサイクルから食の是正体内環境好転健康のサイクルに切り替えればよいのです人トド性体質は過酸化脂質などの体内毒素がうっとどこうして暑い硬い重い強いなど火の滞りからくる症状が特徴ですですから 食事は体内熱を放散させ筋肉組織を緩めるようなもの影性質でなければいけませんただしアルコール類や白砂糖のように同じ影性質でも体内の負担が大きいものは好ましくありません腸内の熱を冷まし消化を助ける優しい食品を多く摂るようにしてください人と抗生体質に対する食品で一般的なものを 控えるべき食品と好ましい食品に分けて列挙してみます。控えるべき食品。牛肉、豚肉、鶏肉などの肉類。魚、イカ、タコ、サザエやカキなどの貝類。ウニ、イクラ、エビ、卵などの動物性食品全般。ハム、ハンバーグ、ウインナー、コンビーフ、塩辛など、動物性食品を多く使った加工食品。 天ぷら、唐揚げ、バター、チーズなど油脂の多いもの。ドレッシング、調味油なども同じ。玄米も油脂が多く、この体質には向かない。塩分の多い食品全般。ラーメンは油脂、塩分ともに多い。日本そばも養成室なので避けるべきです。またたびなど強制作用のある食品。ポテトチップス、アーモンド。 ナッツ類など油脂と塩分が多い菓子。砂糖をふんだんに使った洋菓子和菓子健康食品では卵油やサメエキスプロポリス朝鮮人参松葉など体を温める養性質なものもよくありません好ましい食品豆腐木綿が良い納豆おからなどの大豆製品そら豆小豆,小豆うずら豆 さやえんどうなどの豆類椎茸、しめじなめこなどのきのこ類里芋さつまいもじゃがいもくわいなどの芋類じねんはほうれんそうオーネイヨキャベツレタスみ葉、白菜ブロッコリーカリフラワーなどの葉野菜春菊よもぎはオーね、かいわれきゅうりトマトアスパラガス トウモロコシ、モロヘイヤなどの陰性野菜類、カボチャ、玉ねぎ、ネギ、ニラ、レンコン、ラッキョ、ゴボウは、小麦、押し麦などの繊維質が多くて糖分の少ない穀類、セリ、フキ、ワラビ、ゼンマイなどの山菜、ひじき、昆布、ワカメ、ところてん、メカブなどの海藻類、みかん、いちご、リンゴ、キウイ、 梨などの果物類。ただし糖分も多く含むので少量にすること健康食品ではビワ茶アロエ粉ミルクスギナクマザサ乳酸飲料クロレラヒメマツタケ植物酵素ドクダミなどの加性質なものが合います以上のように肉類魚貝類卵など体内熱を高めまた 腐敗のスピードも速い動物性食品や酸化しやすい油物を避け、野菜海藻シイタケなどのキノコ類を多く取るようにしてください食事療法といえば玄米食とイメージされる方も多いと思いますがこの体質には不向きです白米に麦を2割程度入れたご飯が適していますカロリーの少ない食品ばかりで栄養不足にならないか 肉を食べないと元気がなくなるのではないかなどと心配しなくても大丈夫ちゃんと生きていけます食事療法は慣れるまでは最低3ヶ月ぐらいかかります初めは物足りなさを感じますが慣れると野菜が美味しい素食にも味があると思うようになるからこれがまた不思議です本来の感覚が戻ってくるんですねそうなれば 栄養の吸収率がだんだん正常な状態に戻ってきますから偏った食事を食べ過ぎることもなくなります。またそうしようと思わなくなってくるという表現が正しいのかもしれません。また厳しすぎるのもよくありません。体質が変化して症状が軽くなってきたら徐々に制限を緩めて食事してください。 何事も過ぎては元の木くあみ、もくみです。人どころ性体質に対する食事の実施例を挙げてみます。1野菜の水炊き。白菜、しいたけ、えのき、豆腐、糸こんにゃく、春雨、うどんなどを入れて、2は椅子で食べます。だしは昆布で取りましょう。水炊きの場合、野菜も量を多く食べれますし、さっと湯がくだけで。 ビタミン C の消失も防げます。2階層サラダわかめキャベツ大根レタスコーン玉ねぎ貝割れ大根トマトきゅうりなどを入れてノンオイルタイプのドレッシングを使うサンポテトサラダじゃがいもと人参を短冊に切ってさっとゆでる湯切りしたらきゅうりコーンなどと一緒に塩胡椒しますポン 風味のノンオイルタイプのドレッシングなどで味付けしてマヨネーズはなるだけ使わないようにしましょう先ほどのゆでたじゃがいもを少量のオリーブ油で炒め塩胡椒でいただくのも良いでしょうややこしいことを言わずにじゃがいもさつまいもを蒸し芋にして塩味だけで食べても結構いけるものですよ4焼きしいたけ鮮度の良いしいたけがあったら 焼き椎茸が良い。オーブンで3から4分傘の裏面に水滴が出るぐらいの焼き加減で食べてみてください塩か醤油に少しつけて食べます水滴が出るぐらいの半焼けかなと思うぐらいが最高に美味しい食べ頃ろですしいたけに限らずまいたけしめじえのきなど工夫次第でいろいろな料理に使えます なめこに大根おろしを混ぜてうどんにかけて食べるまいたけを少量のオリーブ油でさっと炒め醤油で味付けて食べても美味ですきのこ類は血液の浄化作用がありますから工夫していろいろ食べてみてくださいご豊か野菜時間のない人野菜が嫌いで食べづらい人には豊か野菜がいいでしょうもやしキャベツ ブロッコリー、えのき、ピーマン、素材はたくさんあります。時間がないときは、素材を細かく切って、ラップして電子レンジでチン。して食べてください。とにかく野菜嫌いだけは、なくしましょう。6豆腐類。夏は、冷ややっこ、冬は湯豆腐。両面を焼いて、長芋のおろしをかけ、醤油で味付けすれば、豆腐ステーキになります。 畑のお肉、大豆でできた豆腐は、万人の健康食でもあります。肉類にも負けぬ良質の高タンパク源として、また、余分な脂肪がつくのを防ぐダイエット食としても注目されています。大豆を使った日本の伝統食に納豆があります。納豆も体内熱を下げる陰性食品です。大根おろしを入れても風変わりで良いでしょう。 七コーーンスープ。胃腸に無理がなく消化に優しい食品です子供にも人気があるので一品足りない時や前菜として四季を通して食べれる利点がありますいずれの料理も薄味を基本にします濃い味付けは体内熱を高めるばかりでなく素材の本当の味を封じ込めてしまいます 体質に合わせた食物を調理して食べるのが食事療法ですから他の調味料をたくさん使って別な食品になってしまわないように気をつけてくださいそれから料理は作る人の気持ち次第で味が変わります心を込めて作ればその気持ちが他のどんな調味料にも勝ることは料理の鉄人たちは熟知しています食べる人も 大地の恵みといたわりの心に感謝してよく噛んでゆっくりと食べるようにしましょう。